皆様こんばんは、カズラジでございます。今夜もご視聴本当にありがとうございます。すっかりこう秋めいてきましたね。なんかね、外はなんか空気が秋のそれに入れ替わった、そんな感じがいたしますね。僕の部屋はまだね、夏なんです。まだエアコンかかってます。もちろん冷房で。これなんとかしないと。換気もしてるんだけどね。なんか昼間のこう熱がこもってるんだろうね。だいたいこう昼間閉めっぱなしにして僕は外出しますんで。そうなんだよね。だからまだ暑いのよ。ね。で、まあ車運転してね、高速道路を乗って、今日もお仕事のために、まあ京セラに向かって行ったんだけども、そっから見える空っていうのはもう、ね、秋の空に変わってきたね。もちろん入道雲がまだないわけじゃないんだけども、この筋状の雲があったり鱗雲があったりと、季節は確実に秋に進んでおりますが、この部屋はまだ暑いということでございます。さて、緑 NJ さんでございますが、いつもありがとうございます。お好みのコード進行をおしゃれと呼ぶのはまさに個人的な思考が現れていますね。まあね、そうだね。折野山崎総一郎投手が練習中のスライダーをおしゃれスライダーと略しておしゃスラと呼んでいたことを思い出しました。そんなこと言ってたんだ、総一。私は昔エレクトーン、かっこヤマハの鍵盤楽器をしておりましたので、好みの和音があるというのはすごくわかります。ありがとうございます。エレクトーン、すごいね。エレクトーンっていうのはヤマハの登録商標です。だから電子ピアノ、電子オルガン出ていますが、これヤマハだけがエレクトーンと呼ぶ。ね、だからよくね、なんかこう野球場とかで流れるオルガンの演奏でエレクトーンの演奏がっていうことをよく新聞なんかで書かれておりますが、実際にグリーンスタジアム神戸でもそんな演奏していた時期があってね、エレクトーンの音色がなんていうの新聞によく書かれましたが、エレクトーンではございませんでした。グリーンスタジアムは河合さんでございました。河合は確かね、ハモンドオルガンと言ったのかな。メーカーによって違うんだよね、電子鍵盤楽器が。そうなんですよ。でも僕はエレクトーン弾ける人って天才だと思うね。足技もすごいもんね。素晴らしいです。あまりにもためになるラジオっていうのは聞いていて頭が疲れそうなので、今までと同じようにローカル線を運行していってほしいです。任してください。そんなためになることはいつもいつも言えませんし、まあほとんど、身のない話が、まあ、大半でございますんで、まあ、それがもうこのカズラジでございますね。で、ローカル線、もうローカル線から、なんかこうね、都会の、非常にビジーな、そんな線に変わることはございません。のどかな、ローカル線、誰も乗っていないことがあるというね、まあ、そんなローカル線でございます。まあ、おしゃれなコードというか、まあ、昨日僕はメジャーセブンっていう話したんだけど、やっぱりなんかこうメジャーセブンを弾くとなんかおしゃれな感じしません？このフレーズなんてまさにメジャーセブンのオンパレードなんだけど、とっても好きですね。今日もマーティンの D の42で、指弾きで弾いております。ピックは今日つけておりません。それから、白玉猫さん、いつもありがとうね、最近ね。ギターのコードのお話で、やってみたらだんだんその理屈が後からついて分かってくるんだよとおっしゃったことがぐっと胸にきました。あ、そう。まあギターとかね、まあ、いろんなこと習い事ってあるけども、勉強でもそうだけどもね、難しそうなことっていっぱいあるんだよ。で、難しいからといってそこをなんかこう、避けているといつまでも何もできないじゃない。まあ、とにかく、かじってみようという精神でさ、ちょっとかじってみると、できないこともいっぱいあるんだけど、中にはできること、分かることってあるのよね。そこを突破口にだんだん分かること、理解できること、あるいはこうできることを増やしていくというところが、必要なんじゃないかなと思って。だから、コード理論から入ってもう訳分かりませんっていうんじゃなくて、とりあえずドミソのコード、 C のコードを弾いたりしてみて、音を鳴らしてみて、あ、なるほどなって分かることっていっぱいあると思うのね。
だからとりあえずもなんかやってみることって、その最初の一歩っていうのはとっても大切だと思いますね。お前さんのこの言葉、胸に刺さりました。刺さりましたか。本でこの言葉に出会ったならば、赤線引きたくなる感じです。ラインマーカー引いてください。でも私は本に赤線引いたり、ページの角を折ったりするのはしないタイプです。本はきれいに保存したい派です。まあわかるわ。まあ、僕の教科書は大体もう落書きにあふれてましたけどもね。大体この集中力は僕ないことはないんだけども、興味が湧かない時、あるいはこう今日は集中力ないなっていう時はもう徹底的に集中力ないんですね。だからそんな時は教科書にいつも落書きをしていたり、国語の教科書なのになぜか急に英単語のスペリングの、そういうことをやってたりね。不思議だよ。国語の教科書にさ、英語の英単語がいっぱい書いてあるんだ。そういうことをよくしておりましたね。だから僕は、本はね、使ってるとどうしても、ラインを引いたり僕はするんですね。だから、どうしてもそれは、この本は大切にしたいという本は2冊買います。完全にボロボロに使う本と、愛蔵品としてそれを残しておく本と、そんな風にしていました。まさに僕の昔の昆虫図鑑がそんな感じだった。いつも持ち歩くやつと、これはきれいに本棚に並べておく用の本と、2冊持っていましたね。そんなことがありました。大前さんが当たり前に思っていることや何気なく出てくる言葉、すごく興味深いことがたくさんありますということ、そういうふうにちょっとでも思っていただければありがたいなと思いますね。はい。懐かしさの一歩手前で、こみ上げる苦い思い出に、言葉がとても見つからないわ。あなたがいなくても、こうして元気で暮らしていることを、さりげなく伝えたかったのに。おやすみなさい。Good night.